常念さん、あなたはそれを認めての発言なんですかね。そうすると逆にですね、もしそれを認めての発言であるならば、私はあなたを保守系保守的思想の持ち主だとはもう全く思いません。もう我々はっきり敵なんですよね。まあ、これは警告と受け取ってもらっても結構です。であのこの問題を、その桜井氏が、そのあの会館に行くことを想定しておき想定していながらですね、ああいうその、まあ、映像を利用してですね、それでそれを流したという行為はですね、絶対に許されるものではないと、そういうふうに、思っておりますので、まあ、ぜひともですね、この件についてあなたの回答をお待ちしたいと、そういうふうに思います。皆さんこんにちは。ここはですね、私があの30年間住んでいたあの上野の東上野のですね、よく通ってたこの銭湯の真向かいです。斜め向かいですね。で、まあ、ここにですね、こういうポスターがこう掲示板があるんで、あのまあ立花隆さんがですね、前にこの掲示板でこういろいろ校舎の説明していたんで、まあ、それを真似まして、まあ、私もここでやらせてもらおうかなと、こう思います。まあ、これ今朝のあの産経新聞です。使用、誤報、5つの候補者ですね。ここには山本太郎、小池百合子、宇都宮健二さん、それから、小野さん、それから、橘さんですね。この人からも、これしかいつも出てません。まあ、これだけのスペースがあるんですからね。少しは他の候補をこう小さく入れればいいんで、徹底しますね、これね。これ産経新聞なんで、これ産経新聞だけじゃないです。あ、東京で今売られている主要な新聞は全てこの5方向、5人の候補者しか出してません。だからまあ、5人しかいないと。まあ、こういう感じなんですね。で、まあ、山本太郎さんね、この方は当然この方と支持がダブりますね。で、今最悪が一番注目してるのは、こちらの人が取る得票とこっちの得票数がね、どうなるか。まあ普通に考えれば、共産党、社会党、立憲民主党という左翼政党が推しているわけですから、当然この方が上回って、まあ、間違いないところでしょうけども、ただこの方もね、非常にこう口だけ達者なんですね。やっぱり役者ですからね。だから、まあ、この方が、この方を上回って投票すると、まあ、野党の中でですね、次期衆議院解散総選挙をめぐって、立憲民主党のね、枝野代表が窮地に立たされるんじゃないかと、まあ、そういうふうに言われています。まあ、2番目のね、小池百合子さん、まあ、この方は街頭に出て選挙やりませんと、これ、まあ、桜井候補と同じなんですけど、もう昨日55人がですね、新たに感染者が出ました。で、今まで何て言ってたかというとね、感染爆発、崖っぷちに立たされた、感染爆発のもうが起きると、まあ、こういうふうに盛んに言ってたんですね。これ5月初旬の頃ですね。その時の感染者にもう迫ってます。だからこの選挙期間中ですね、多分55人から100人で、要するに逃げ出ないですね。
で、これ投票前日にですね、これで受けた100人を越したらですね、この方のこのコロナ感染防止対策ね、これは完全に破綻した。ましてやですね、自分の選挙を優先させて、この東京アラートなるものをですね、発表しておきながら、まさにですね、失笑ものなんですね。だからこの方の選挙得票数どうなるか、まあマスコミ的にはですね、この方がもう断然トップと、まあ200万票以上、あるいは300万票ってね、言ってますけど、私は意外にこの方は取れないんじゃないか、こういうふうに思ってます。まあ桜井候補をまずは除いてですね、今日言いたいのはこの方ですね。この方これ3つ独占してるんですね、これね。で、これ多分本人なんですよね、本人の顔写真出てますね。で、ここなんかはこれ籠池ね、このっていう方だろうとは思うんだけど、まあ、多分間違いないでしょう。なんでこの人いるのかなと。全力で応援しています。やっぱこの人、応援してくれてるんですね、この方はね。ただ、なんかあんまり関連がよくわからないですね。で、今ネットで話題になってるのがこう、3つ並んでますよね、3つね。で、これ、ホリエモン新党、立花隆、NHK 行くから国民を守ると。で、このホリエモン新党ってこの方やっぱり作ったんですけど、でこのホリエモン新党の堀江さんはどうなのかっていうと、堀江さんは今実はこの方を応援してますね。この方 YouTube で一緒に対談してました。まあネットではほとんど知られてない人なんで、ほとんど映像的にはですね出ませんけど、まあ、これ新聞見たら出てますからね。立花さんの政策何もありません。ここにこう出てるのはですね、これは堀江貴文さんがなんか選挙には出なかったんだけども、選挙に出るかのような動きがあって、そのこう出した時のこの、まあ、政策も、自分が都知事になったらこうしますよっていうね、これが公約。ところが、じゃあ堀江門新党は、堀江さん自身はですね、立花さんを今なんて言ってる、関係ありませんって言ってるんですよ。関係ありません。で、なんだろうなと。で、まあ昨日虎ノ門のニュースの共同通信会館のですね、前でなんかこの堀江門新党から立候補してる、まあ、人間がですね、なんか桜井党首に対してなんか喧嘩を吹く、まあそうしか見えないですよね。だからの本人の顔写真全然出てません。あれなんて言いましたかね、あれね。あれはね、名前言いたくないんだけども、服部治っていう治さんっていう方ですね。服部治さんはポスターに名前もないんですね。でもこう、ホリエモン新党から出てますよ。だからホリエモン新党が多分2人出てたと思いますね。ホリエモン新党。だから、まあこう自分がここの場所で、ホリエモン、ホリエモン。だからこの、候補もしてない人を、まあ、ホリエモンに私が、自分がいかにもですね、推薦されてるかのように、こうやってるんですね。まあ本当にね、これってまあちょっとおかしな話だなと思うけども、これは法律的には問題ないらしいです。法律的には問題なさそうです。で、実際にじゃこの NHK から国民を守る党の幹事長、これ上杉さんという方ですね。で、その方は幹事長であって、実はなんか裏ではこの人を一人です。この人ね。だから、まあ、正直言って何が何だか分からない。で、まあ、悪口じゃなくて事実を申し上げます。この方は、刑事事件にならないならば何でもやるんだ。
構ですね、あの YouTube で池田信夫さんという方との対談で言ってました。刑事事件にならないのであれば私は何でもします。でもこの方それからもう刑事事件になるようなことが2回だったんですね。まず一つは脅迫罪で告発されました。脅迫罪、告訴かな、まあ、仲間からなんか金を取ろうとして、まあ、それは脅迫罪、ね、まあ、それで書類送検されました。警視庁でその責任を取ったんでしょうね。国会議員を、まあ、辞職して、まあ、そのままあちこちの選挙に 出まくってますよね。で今回またですね、この選挙になる前に刑事事件に なりました。でこれは NHK の集金人を捕まえて、 NHK の集金人がこうなんかタブレットですか、それを見てたんですね。それを強引に開かせて、そこに、個人の情報ですね、 NHK の多分あのあれじゃないですかね、 NHK の料金を払わない人のこう名簿でもあったんじゃないですかね。でそれをこう開かせて、それをなんか自分でスマホから取ったんでしょう。それでそれをネタに NHK の会長にですね、俺と会えということを迫ったんですね。まあこれ脅迫とか、まあ、あの面会強要っていうね、立派な刑事事件にも該当すると思うんだけど、まあ、なぜかですね、検察庁はそこまではしないで威力業務妨害ということでこの方を、まあ、書類送検しました。まあ、あの書類送検というのはこれ被疑者の段階で、実際にはあの、罰金がですね確定したわけではないから、まあ、前科者ではありません。前科者です。ただあの罰金を払わなければですね、まあ、払えば前科者ですから、ね、払わなければ今度自分が罰金を、例えば検察庁が払わないと、この方払わなければ当然裁判になるんですね。で裁判になればこう有罪という可能性非常に強い。まあ正直言ってあの犯罪にならなければ何でもやるんだとこう言っときながら、もう犯罪者なんですよこの方。だからこういう方をこの先ほど言ったですね、主要な5人の候補者の中にですね、いつも登場させてるっていうね、これって一体いかがなもんなのかなというふうに思います。まあ、あとはあ、まあ、これね、あの維新ので、まあ、応援してる方ですね、推薦してる方、まあ、吉村さん出てますよね。まあ、この方、まあ、あの悪名高いで佐良金武富士のですね、なんか顧問弁護士をしてたということで、まあ、私もブログで何度もですねこの映像を紹介してますけど、まあ、この方はね、まあ、大阪の知事であり日本の維新の会の副代表がこの方を応援しています。まあほとんど東京都にとってはまあ無名で、ただ東京出身なんですね、この方ね。だからまあどれだけの投票を、まあ、得票するのか分かりませんけども、まああまり注目されてない。でまあ、あの最後になりますけど、今一番ね注目されてるのが実は桜井誠候補ですね。この都民税ゼロと、これこのポスターにはね、あの3つのゼロがあるんですけど、こういうポスターもあるんだけど、こう書いてますけど、政見放送のですね映像が今流れてます。多分各候補者の政見放送が今後ですね YouTube などでたくさんあの紹介が上がると思います。でも多分桜井候補の政見放送を見てですね拡散する人が一番多いんじゃないかというふうに思ってます。まああのこれからですね、私があの、宿泊しているアパホテルの部屋からですね、まあいろいろ昨日の件ですね、昨日の件をちょっとあの、まあ、ネットではですね、さまざまな意見がこうありまして、まあ、やりすぎたとかですね、まあ、いろいろこう言われている部分もあってですね、まあ、私なりにそれをですね、
これから解説をしたいと思いますので、まあ、この場はこれで一応終了します。以上です。今日はですね、まあ、雨模様なので、私が宿泊しているアパホテルからですね、一応収録させてもらいます。まあ、昨日もですね、思い出すだけでも本当にこの映像を見るとですね、もうあまりにもまあ見てる人が多いんで、あるいはそのコメント数がですね、もうすごいコメント数なんで、まあこういうのがやっぱりインターネットのやっぱりこの炎上なのかというふうに思ったんで、まあこれ関西生コンに私がですね、関西に行って武井健一、いわゆる連帯ユニオン関西生コンの、まあ、これ日本最大の暴力団労組なんですけど、まあ、それを糾弾するときにですね、まあ、やっぱりこの映像を常に出したんですね。その時もですね、まあ、そのコメントがやっぱりこうすごい数だったんですけど、まあ、今回もですね、それに負けずと劣らず、非常に大きなですね反響を呼んでいます。ただまあ、一方的にこの桜井候補がやったことは当然だと支持する人も多い中で、やっぱりこれをね、まあ、批判する人も、まあ、多少いるわけですけども、ではですね、これをなぜその、まあ、批判をしたり、あるいはこう賛同する人の中でですね、もっとこの問題を深く突っ込んでですね、やっぱり解説していかなきゃならないのかなと思ってますので、まあ、それをですね、これから、まあまあ、そんな長い時間ではないですけども、お話をしていきたいと、こういう思います。まず桜井さんが、桜井誠候補がですね、まあ、虎ノ門ニュースでに出ている、まあ、常念司というね、まあ、私はこの方は知らなかったんですけど、まあ、この方がの言動に対して、まあ、とにかく許せないということでですね、まあ、押しかけたわけですけども、まあ、なんてこれをじゃあ常念っていう方が言ったかというとですね、日韓断交を言うのはバカ右翼だと、まあ、こういうふうに言ったということなんですけど、じゃあその常念さんはですね、その日韓断交を叫ぶのはバカ右翼だと、まあ、こう言ってるわけですから、じゃあその日韓友好ね、日韓友好のそういう立場なのか、まあ、そのどういう立場なのかをですね、今度明確にやっぱりその自分自身で語るべきじゃないのかなと、そういうふうに思っています。まあ実際にですね、本当に日韓断交をするのはバカ右翼だとこう言ってるわけですから、やはりその韓国の立場に立ってるわけじゃなくて、やはり日本の立場に立っていてですね、そしてそれを言うということは日本にとって非常に不利益なことだと、まあ、そういうことを多分おっしゃってるのかなと、こういうふうに思いますね。で、実は私もですね、かつて非常に韓国はですね、日本の、まあ、この仲間だというふうにずっと言い続けてきた人間です。で、その理由はですね、たった一つだけなんですね。それはやっぱり北朝鮮という国は共産主義独裁国家です。それでその北朝鮮の国がいわゆると対峙してるんですね。38度線で対峙して、やっぱりこの自由主義陣営の、まあ、仲間として韓国をですね、やっぱり大事にしていかないし、まあ、韓国とは友好関係を築くべきだというふうに考えてきました。で、これはですね、この韓国と日本だけじゃこれ全然ダメなんですね。自由社会を守ることなど全然できませんから、やっぱりアメリカという国といわゆる強固なですね、軍事同盟を結んでてこそ初めてですね、日本は自由社会を守ることができるわけですよ。で、
じゃあ日本と韓国はそういう軍事同盟は当然ありません。でもアメリカと韓国の間には軍事同盟がある。だから間接的にはですね、日米韓というのはやはりその対共産主義、いわゆる左翼、北朝鮮あるいは中共も含めて、これは旧ソビエトの時からのあったわけですから、やっぱりそういう左翼全体主義に対しての、防波堤としてですね、やはり日本と韓国ともう一つアメリカの国はですね、この三国は互いに協力し合って仲良くしていかなければならないと、こういう考えがあったわけです。で、私も当然そういう考えだったんですね。だから今回その常念さんはそういう考えが根底にあってこういう発言をしたのか。でもですね、私は今は韓国とは仲良くすべきでないという立場に変わりました。で、なぜそれ変わったかというとですね、まずアメリカも韓国に対しては今の韓国の、これはもうはっきり言って左翼政権なんですね。韓国っていうのはね、自由主義とはもう全然違います。もうこの北朝鮮とべったりというかですね、そういう政権なんですよ。だから韓国がですね、もうノムヒョンの時代、その頃からですね、もうその日本に対するこの反日政策っていうのがですね、非常に際立ってきたんですよ。で、韓国のその大統領が何て言ったかというとですね、日露戦争ね、日露戦争は韓国を朝鮮半島を侵略するために行った戦争だと、こういうふうに発言したんですよ。私はこの発言を機に韓国を見捨てました。韓国を見捨てたというか、韓国は嫌いになったんですよね。いわゆる日露戦争というのは、これは歴史的に見てですね、世界史的に、ヨーロッパの国々もですね、フィンランドとかトルコですかね、いろんなさまざまな国がですね、これを高く評価してます。日露戦争というのはですね、その朝鮮半島を侵略するために日本が行った戦争でも何でもないんですよ。これはやっぱり大国ロシアのですね、そのアジアに対するですね、侵略行為をやはり、日本がですね、当時の、イギリスと同盟関係を結んでましたから、そういうね、やっぱり日本がその大国ロシアに対してですね、日本を守るということで勇敢に戦ってこれを勝ったわけですよ。で、これは日本だけじゃなくて、実は朝鮮半島も守るためのいわゆる戦いであり、それが日露戦争だったんですね。だからこの歴史的にですね、世界史的にも、もうそれがですね、一番正しい見方とされているものを韓国の大統領が、その韓国というか朝鮮半島を侵略するために日本が行ったのが、これがですね、日露戦争なんだと、そういう意見を聞いてですね、一体何だろうと。で、それに対して韓国のそのマスコミとかその世論もですね、黙ってたんですね。あまりそれをその、間違いだということを、ね、指摘してなかったんですよ。だから私はそれに対して、もう韓国はこれも全然、相手にすべき国じゃないなというふうに思いました。で、現在は当然先ほど言ったようにアメリカも見捨ててですね、でもうその何かといえばその反日政策をですね、取ってるわけですよね。だからある意味でですね、これ外交関係を見ればですね、事実上の断交状態と同じなんですよ、というふうに私は思ってます、これはね。だからそういう国とその今もって仲良くすべきだと、そういうふうに常念さんがですね、考えているんであれば、これはあなたの考えはですね、ちょっと違いますよというように言わざるを得ませんよね、これはね。だから桜井さんはその単に自分がその批判されてるっていうんだけじゃなくてですね、こういうあなたの発言に対してですね、国民の多くも怒ってるし、当然そのバカ右翼とね称された翼の人たちに対してもですね、
もう侮辱した発言じゃないかということで、常々あなたに対してこう批判的な言動があったと。でそれに対してですね、あなたが逃げまくってるからね、逃げまくってるから今回のこういうことになったんだって、もっと早い時期にですね、自分の真意、それをですね説明してれば、まあまた違った展開もあったのじゃないかなというふうに私は考えてます。だからあなたが本当になぜ日韓断交をね今叫ぶ人が、そのバカ右翼なのか、これね韓国と仲良くすべきでないという人が、まあこれ中共、中国と仲良くすべきでないっていう人は、これは国民の全体のもう8割以上、まあ、9割近く占めてますからね、これはね。でその次にやっぱり韓国と仲良くすべきじゃないっていうのは、今はですね、まあ圧倒的に多数っていうかですね、もう 60% から 70% 以上の人はそう考えてるんですよ。だからこれはですね、やっぱりおかしいと言わざるを得ませんね。でまあ昨日の対応を見るとですね、なんかこう我々が言ったらばこう差別主義者ということでね、桜井誠はこう人種差別をしてたんだと、だからねこれダメだして謝罪すべきだと、なんかそういうことでなんかそういうものをいっぱいこう持ち出してですね、なんかそれをこう宣伝してて、でまあ YouTube などでもですね、それを彼らが言ってたことが出てました。で私も見ました。で、まあ、桜井さんがですね、この朝鮮人は殺せとかね、そういうふうに言ったというところだけをこう抜き取って、それでいかにもですね人種差別、まあ、人殺しをするようなヘイトクライムのですね、そういう人だというふうに言ってますけど、あの場所ってですね、多分見かけた場所なんで、私も同席はそこにはしてませんけど、多分あれ朝鮮総連の前のところで靖国神社の塀のを背景にしたところだと思います。であれなぜあそこでああいう発言になったかというとですね、これ北朝鮮が日本に対してミサイル発射をですね、日本に向けてミサイル発射をして、それで日本の、まあ、要するに、まあ、経済水域、まあ、排他水域の中にですね、そういうミサイルが起こってしまったと。でこれはですね、常々北朝鮮は日本に対してですね、ミサイル発射でやる東京を火の海にしてやると、こういう発言してたんですよ。これ間違いないですからね、そういう私も何度も書いてるん でそういう国がですね、L に抗議するのは当たり前なんで、その時にですね、そういう言葉が荒くなるのは当然じゃないですか、これはね。だって相手はちゃんと核ミサイル持ってるんですよ。だから核ミサイルを持ってる国が、いわゆる何らの防衛手段も持ってない日本に対して東京を火の海にしてやるね、いわゆるこれ皆殺しですよ、日本人皆殺しにしてやると、こう言ってると同じことですからね。そういうことがあって、それに対する抗議でですね、これで発言して朝鮮人殺せって発言してですね、何が悪いんでしょうかね。私は右翼団体を経験してるんで、よく日教組大会に行きました。日教組の当時の委員長は牧枝さんっていう方なんで、まあ右翼団体みんなですね、どの団体も牧枝殺せ、牧枝殺せ、牧枝殺せってね、これ大合唱でして、大合唱なんですよ。いや、まあなら殺せというような発言というのは、別に実際に殺すことを想定しての発言じゃなくて、やはり一つのですね、デモンストレーションの時には当然そういう発言が出てしかるべきなんであって、それほどですね、こう眉を潜めるような発言なのかなと。まあ日本人に対して殺すと言っても何ともないんだと、こう在日朝鮮人の人はそういうふうに言いましたよね。日本人を殺せって言ってもそれは問題ないんだと、ヘイトスピーチでも何でもない。なぜならば日本人はこの日本社会においては多数派だから、だから日本人殺せというのは何の問題もないんだと。ただマイノリティ、いわゆる少数派の在日朝鮮人にそれを言うからヘイトクライムであり差別なんだと、こう言うんですよ。まあこういう論理を、常念さん、あなたはそれを認めての発言なんですかね。そうすると逆にですね、もしそれを認めての発言であるならば、私はあなたを
保守系保守的思想の持ち主だとはもう全く思いません。もう我々はっきり敵なんですよね。だから、まあ、そういうふうに今後もあの対処をさせてもらいたいと、そういうふうに、まあ、思いますね。まああのまあ、これは警告と受け取ってもらっても結構です。であのこの問題を、その桜井氏が、うん、そのあの会館に行くことを想定していながらですね、ああいうその、まあ、映像を利用してですね、それでそれを流したという行為はですね、絶対に許されるものではないと、そういうふうに、思っておりますので、まあ、ぜひともですね、この件についてあなたの回答をお待ちしたいと、そういうふうに思います。以上です。ありがとうございます。